はい、どうもー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あらきりです。さあ、ここではお取り寄せクラブでご紹介した美味しいグルメご紹介していきたいと思います。今日は福井県、こちらです。美味しそうなプリンに、こちら今まだ袋に入ってますが、お餅ですね。どんなのなんでしょう、楽しみ。ではまず一つ目、こちら松岡県の羽二重餅というと、もう福井を代表する銘菓ということなんですよね。私実は初めてなんです。開けていきましょう。ちなみに羽二重というのは福井の名産の絹織物を指すそうですね。羽二重餅真っ白、これは柔らかい。うわー、もう、わーっと伸びてます。いただいちゃいましょう。大きな一口でいきますよ。うーん、ふわふわ、とろける。うーん、おいしい。なるほど、もうね、絹というね、名前ついてるの意味わかります。本当に滑らかでしっとりもちもち上品な感じ、美味しいです。一度食べてみてほしい。粉ついてないかな。では続いてはこちら、メゾンドレトワールのプレミエルプディング6というおすすめのセットがあるんです。今私が手に取ったのは富津金時の幸せプリンと、もう一つショコラプリンフランボワーズ。どちらもね、見た目も可愛いですよね。おしゃれですよね。早速食べていきましょう。ではでは、まず一つ、しっかりと包装されてますね。これはしっかりと範囲で、そうです、富津金時の幸せプリンということなんですけど、あ、もうシールと一緒に取れちゃいましたね。富津金時というのは福井県のブランドのさつまいもなんだそうですよ。ね、埼玉もさつまいもってとっても有名ですけれども、これこのまま食べちゃって大丈夫かな。私お芋大好きなんで期待して食べちゃいます。さあ、一口目、あ、結構弾力がありますね。そして上にカラメルもたっぷり。いただきます。うん、言いましたけど、お芋感がね、しっかりとある。うん、もう口当たりはね、芋の繊維とかまで感じるぐらい程よい甘みで美味しいですね。いいね、いいね、進みますね。そしてじゃないんですよね。続いていきましょう。ショコラプリンのフランボワーズ、これは上にフランボワーズのソースが乗っているということですね。これまた一緒に、これではいっちゃいます。え、贅沢ですね。こんなに食べ比べできるんですね。やっぱりこれはセットでやったらこういうことができるわけですね。いい、いい、いい、いい。すご
ごい、フランボワーズがかなり厚く乗ってるので、すごい大きな一すくいでやっとショコラプリンが出てきました。いきます。うーん、つるっと、まずフランボワーズの甘酸っぱさが爽やかに広がってから濃厚なショコラ、チョコレートいいですね。素敵、うん、まろやか、いいですね。こうあの濃厚なんですけどくどくなくて、やっぱり甘酸っぱさがあるからどんどんいけちゃうんですね。すごい。今回は2品ご紹介しましたが、次回は何が食べれるんでしょう、どこなんでしょうね。楽しみです。この動画いいねと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。